この方法を使えば誰でもパッチリ二重になります。今回は奥二重がくっきり二重に変わる収尾筋剥がしについてお伝えします。最近まぶたが重くてはっきりしない、二重幅がどんどん狭くなってきた、そう感じる方は今回の方法マジでおすすめな方法です。今まで二重をくっきりさせる動画っていろいろ出してきたんですけど、今回の方法一番効果あるのでぜひ一緒にやっていきましょう。はい、で今回剥がしていく筋肉はここの収尾筋になります。この眉毛の始まりのこの辺りにある筋肉なんですけど、ここが硬くてくっついていると眉毛が下に下がってきちゃって筋肉が固まってしまい目がうまく開けれなくなっちゃうんですよね。それどころかここが動かないとまぶたのむくみに、ね、直結してしまうんですよ。この筋肉の硬さむくみっていうのは二重幅を狭くする、ひどい方は今まで二重だったんだけど一重になっちゃうぐらい目のむくみだったり二重幅の狭さに関係するのでしっかり剥がしていきましょう。はい、では収尾筋ほぐしていきましょう。まず最初は効果を感じてもらいたいのと集中してやってもらいたいので片方だけやっていきます。はい、で収尾筋の場所なんですけど、収尾筋はこの鼻の根元と眉毛、ここをこんな感じで繋いでるような結構ね短い筋肉にはなるんですけど、ここが硬いとさっき言ったような目が開きにくいまぶたむくむの原因になっちゃうのでしっかり剥がしていきましょう。はい、やり方は親指で鼻の根元側の収尾筋にこのように当ててください。こんな感じです。でこの状態で親指でちょっとね上にクーッと鼻の根元ら辺をこのように圧迫します。くっとこう持ち上げてる感じで、持ち上げた状態ちょっとね指圧してるような状態にも近いですね。指圧した状態で少しねこのように横左右に動かしていきます。でこの辺がね痛気持ちいいなって感じる強さで、鼻の根元側の収尾筋、眉毛側の収尾筋2箇所を30秒ずつやって1分間マッサージしていきます。はい、ではいきます。よーいスタート。はい、グッと上に押し当てたら左右にこのように動かしていきます。左右に動かすのはちょっとちっちゃめでいいです。ほんとこんぐらい、こんぐらい動かすようなイメージ。はい、ポイントはしっかりこの鼻の根元にある収尾筋にねしっかりこう親指を当ててください。痛気持ちいいなーって感じる強さでねやってくださいね。はい、でここのね収尾筋実はね目の疲れとかにもめちゃめちゃ関係してるので、最近目が疲れたなって方はねこの収尾筋硬くなって癒着してる可能性あります。はい、今度ね眉毛側に親指ちょっと移して、またちょっと上に持ち上げながらこのように動かします。ほとんどの方はこのね眉毛側の収尾筋の方が硬くなっちゃってます。なのでこっち側の方が今あちょっと痛いな、痛気持ちいいなって感じる方多いと思います。痛気持ちいいなぐらいの強さだったら全然大丈夫です。そのまま続けてください。はい、しっかり収尾筋剥がしていきましょう。ちょっと痛気持ちいいですね。はい、はい、いいですよ。はい、今度はね収尾筋の根元から剥がしていきます。今度はね3本の指でさっき押したこの鼻の根元に近い収尾筋をこんな感じでつまんでください。でこれね滑りやすいんです。なのでジョンティッシュを使ってもらってこのようにつまんでみてください。はい、で僕ちょっとね動画的にね見づらくなっちゃうのでティッシュなしでやるんですけど、皆さんねティッシュ使ってくださいね。鼻の根元の収尾筋、眉毛側の収尾筋30秒間ずつつまんで揺らします。これを1分間また行いましょう。はい、ではいきます。まず鼻の根元の方からですねつまんでいきましょう。よーいスタート。はい、つまんだら揺らします。ちょっとね上方向に持ち上がるように揺らしてください。僕今ねティッシュ使ってないですけど、皆さんはねティッシュ使ってグッグッグッとね収尾筋を掴んで上に持ち上げてください。できる限りこの眉毛の皮膚とか鼻の根元の皮膚じゃなくて奥にある筋肉をしっかりグッとつまんで持ち上げるイメージでギュッてやってくださいね。はい、こんな感じです。こんな感じ。はい、今度は眉毛側の収尾筋に移してつまんで、こっちの方がねつまみやすいですね。はい、つまんで上に持ち上げます。滑りやすいんで皆さんはティッシュ使ってくださいね。はい、これね、ほんとね、先ほども言いましたけどね、目の疲れがね、マジで取れるんですよ。僕結構目疲れてきて、あ、このまぶたがね、重たいなとか、二重の線がね、狭くなってきたなと思ったんでね、収尾筋ね、絶対ほぐしちゃいます。はい、簡単なんでね、ぜひ、その目疲れた時にもやってみてください。
はい、いいですよ。はい、どうでしょうか。上げる、つまむをやってもらって、左右で二重幅確認してみてください。確実にやった方だけ、くっきり二重になってると思います。しかも、目全体軽くないですか？なんか僕今ね、こっちが軽くて、すごいね、瞬きがしやすかったり、自然に目を大きく開けれるような状態になっています。で、あと確認してほしいんですけど、2本の指で、この眉毛のここ、触ってもらって、上下に動かしてもらうと、やった側だけ、すごく動くでしょ？これぐらい動くと、収尾筋がしっかりほぐれて、二重幅がくっきりまぶたがむくまない状態がキープされます。はい、で今ね片方やったバージョンで実感できたと思うんですけど、両方行うバージョン今から2分間続けてやっていきますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。まずね片方ずつセットしてこういう感じで動かしてください。はい、では鼻の根元の収尾筋からほぐしていきます。いきます、よーいスタート。親指でグッと持ち上げたらこのように左右に動かしてください。はい、こんな感じです。はい、グッとね、親指で指圧した状態で左右にこのように動かしてください。はい。これね、今、右側僕先にやっちゃったんですけど、やっぱりね、左側の方はね、ちょっと痛み感じるけど、まあ、右側全然感じないですね。しっかり前回ので、さっきのでほぐれた証拠になってますね。はい。はい、今度はこの眉毛側の収尾筋に親指ちょっと移動させて、グッと持ち上げた状態で左右に動かします。こんな感じです。はい、このね眉毛の下のくぼみあたりにね親指がグッと当たるとすごくやりやすいですね。こんな感じです。はい、しっかりほぐしてください。この辺はねちょっと痛気持ちいいなーって感じる強さでね、ぜひやってみてください。はい、今度ねこれ終わったら続けてつまんでいきますからね。はい、今度は鼻の根元両方このように3本指でつまみます。はい、つまんだら上に持ち上げていきましょう。はい、ではいきます、よーいスタート。はい、このね鼻の根元側の収尾筋つまんでいただいて、グッグッグッと上に持ち上げていきましょう。はい、これね滑りやすいんで皆さんはねティッシュ使ってください。僕ねちょっとやってるのが見えにくいのでティッシュ使ってないですけど、やっぱね僕もちょっと滑りやすいんで本当は使いたいんですけど、皆さんはねティッシュ使って滑らないようにしてつまんで上に持ち上げてくださいね。はい、今度は眉毛側のここの収尾筋をつまんでください。はい、これでまた上に30秒間持ち上げていきます。ちょん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 ってこうねつまんで、でね奥深くつまんでください。眉毛をつまむんじゃなくて眉毛の奥にある筋肉をしっかりつまんで上に持ち上げるイメージでやってくださいね。はい、もうちょっとですよ。これたった2分でね二重まぶたきっしし、くっきりになるんで、ぜひねやっていきましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。たった2分でくっきり二重作ることできますので、ぜひ1日1回を2週間やって定着させてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。